ることが確認された。早く殺さないと。けどこの子は何も知らないのに。いや、ダメだ。殺さなければ人類が滅ぶ。やめて、殺さないで。これで人類は救われるんだ。あの子に落ち度はないが、律者になった以上見逃すわけにはいかない。私の権限でここに入り殺すことに成功した。何が起きているのだ。どうして、どうして殺されなきゃいけないの。バカな、律者なら殺したはずだぞ。どうして、どうして僕を傷つけるんだ。やっと、やっと悪魔を封印できた。まさか死後に覚醒する力が存在するとは。崩壊中のみならず、機械と他の生命をも操れる力があるとは。箱で意識を隔離できたが、律者の意識は死んだわけではない。これだけ多くの人々の死を招いたんだ。長い長い月日の中でその罪を悔い改めるといい。僕は箱に封印された。箱の中で外のことも時間の流れもわからないまま、憎しみだけが増していった。そうやって僕は何千年何万年と暗闇の中にいた。それからある日、一人の巫女が箱を開けた。僕はあの巫女の心に僕と同じ憎しみを見つけた。そう、僕は復讐の道具を見つけたのだ。この神社に最後の部分が封印されている。あの扉を開ければ本当の自分を。でも、もし僕が本当に。案ずるな、非玉丸。わらわは汝を信じておる。それに前に言った通り、何かあればわらわが汝を止める。うん、桜ね、ありがとう。過去のことはもう終わったこと。僕にはもうこの復讐のための力は必要ない。桜ね、この力を桜ねの役に立ててくれ。はぁ、何時に破れてわらわの力はチリジリに散って、体もあのようになってしもうた。じゃが何時の愚かさのおかげで元に戻ったわ。愚か、わらわは最初から何時であると分かっていたぞ。じゃが非玉丸から何時であっても善良な一面があると分かったのでな。非玉丸よ、復讐はやめたらどうじゃ。復讐を諦めて善良なものになるのもいいかもしれぬがな。ああ、八重桜、昔はよくもわらわを痛めつけてくれたな。約束を果たさねばならぬようじゃ。よく戻った、非玉丸。えへへ、桜ね、ごめん。さっきは操られちゃってて、僕の本心じゃないよ。分かっておる。僕、全部思い出したよ。僕は昔、たくさんの人を傷つけた。桜姉にもひどいことをした。500年も前のことじゃ、もう気にしておらぬ。わらわが今案じるのは、消息が知れぬ可憐だけじゃ。
桜姉と僕は天守閣で僕の力が封印された箱を見つけたんだけど、気前のいい僕は箱を神の鍵である地蔵御霊に変えたんだ。桜姉の役に立ててほしいと思ったけど、地蔵御霊を盗っ人に盗まれてしまったよ。え？何？言ってることが意味不明？だったら桜の輪廻の四次輪廻をプレイしろ。プレイしないと串焼きにしちゃうぞ。Thank you.